畜の態度ではないかな。二度目の目撃。今度はトイレに行きたくなって、あの廊下へ行った。はい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 。そうしたらさっきのボーイが控え室から出てきたか。もちろん、不死身の伊沢君の控え室から。今思えば、あのボーイさん、やっぱり不自然でしたよ。そうですよ、あいつ。殺し屋だったんですよ、きっと。だって。とりあえずそこまででよろしい。え？でも、まだ話は終わってませんけど。まずはそのボーイが殺し屋だったことを立証しておきたい。ふむ、被害者の控え室からボーイさんが。もしそのボーイが殺し屋だったのなら、もう決定的ですね。そういうことだ。では弁護人出番だ。せいぜい笑わせてくれたまえ。バカにされとるな。ははははは。自分が笑う。自分が笑う。怒られた、千尋さんに。ほら、怒られたぞ、これは。今度はトイレ行きたくなって、あの廊下行ったか。時間わかりますか？いやー、はっきりしないですね。授賞式が終わったのは8時頃でしたよね。すぐに控え室行って帰ってきて、またトイレにと。多分8時10分ぐらいですかね、と。随分落ち着きのない人ですね、あなた。恐縮です。恐縮でごまかすのはちょっとずるいけどね。オートロックに会えるかもしれないと思ったもので。で、そうしたらさっきのボーイが控え室から出てきたか。本当に同じボーイさんでしたか？ええ。どうしてわかるんですか？ボーイさんなんてみんな同じ制服を着ていますよ。でもほら、縫い目がありましたから、顔に。顔に縫い目っていう時点でちょっとビビるからね。ぐ。間違いなく大トロ君と話していたボーイさんです。ふむ。それで、そのボーイはどの控え室から？で、もちろん、不死身の伊沢君の控え室。なんでもちろんかはわからんけどな。殺し屋っていう暫定で言ってんのかな。控え者の控え室ですか？ええ、豪華なお花に熊のぬいぐるみ。伊沢君の楽屋に間違いありません。まあね、言葉を挟む余地がない。ふっ。では、証言を続けていただこうか。今思えばあのボーイさんやっぱり不自然。何が不自然だったんですか？なんだそのへっぴり腰の態度は。だって何が出てくるかわからないし。いやーそのボーイさん、手ぶら。手ぶらか。ヌーブラじゃないだろうな。あのボーイさん、ルームサービスの係の人ですよね。それなのに我が申さずお盆持っていかなかった。持っていなかった。それは確かにおかしいんですね。まあね。どうも微妙ね。ボーイが手ぶらだった。そんなに不自然なのかな。どうする？煮干しさんの証言そのまま認めるべきか。まあ一応ケチはつけとくか。ケチをつけるのは得意なんで。手ぶらのボーイ、全然おかしくありません。すごく不自然です。ごく自然です。雑だな。ボーイはルームサービスの係だったのだ。何か理由がない限り手ぶらというのはおかしい。裁判長、今の証人の発言を証言として採用していただきたい。貢ぎのやつ。何としてもそのボーイを疑わしく見せようとして言うわけか。わかりました。検察側の主張を認めましょう。では証人、証言を修正か。お客の部屋から手ぶらで出てくるなんておかしいですよね。手ぶらが怪しいんですか？それは怪しいと思いますよ。だって、あのボーイを最初に見た時だって、お盆持ってたからね。彼ちゃんとお盆持ってましたからね。お盆にはジュースのボトルとグラスが乗っていましたよ。ジュース、何のジュースでしたか？確かトマトジュースだったと思いますか。トマトジュースが好きだのは、伊沢の方だからね。ボーイさんが手ぶらだった理由、それを示す証拠があれば。とりあえず急場しのけるみたいね。手ぶらだった理由か。まあ一応揺さぶりますね。手ぶらだった理由か。そんな簡単に決めつけないでください。ああ、でも、煮干し家の家訓なんですよ。人を見たら泥棒と思えて。知らねえよ。ロしか合ってない。確かに。そういう問題ではないわ。そうね。でも本当は殺し屋だったんですよね。そうよ。でも、簡単に認めちゃダメ。時間を稼ぐのなら、なんとかして証言ケチをつけるしかないか。なるほどね。手ぶらな理由か。
こよね。法定記録で扉である理由があるってことか。手ぶらである理由。手ぶらである理由。トイレに行ってた。あ、おかしいか。蓋の水。トマトジュース。現場写真でこのボトルを置い、ああ、ここにボトルを置いてるから、それを置いて出てったってことかな。それ、それよね。ここで、右下に、あの、お盆とボトルが置いてるじゃないですか。だから、それを置いて出ていったっていう手でいったらいけますよね。それでいこう。こいつだ！こいつだ！煮干しさん！なんですか？あなたはすぐに人の言葉に影響されますね。ボーイが殺人者かもしれないと聞いただけで。すっかりそれを信じ込んでる。しまう。だって怪しいじゃないですか。縫い目があったんですよ、あのボーイには。確かに。縫い目があるのはおかしいもんな、確かに。縫い目ぐらい野球ボール。ラグビーボールにもバスケットボールにもサッカーボールにもありますけどね。野球のボールが怪しいというつもりですか。マジかよ。マジかよ。小学校の教室じゃねえぞ、こら。それに、そう、手ぶらですよ、ボーイなのに。この写真を見てください。これは、殺人現場の、伊沢さんの死体のそばには、グラスが置かれていました。中身はトマトジュースです。そして、右下に映っているテーブルの上を見てください。これはどう見てもお盆とトマトジュースのボトルです。ボーイさんはこれを伊沢さんに届けたばかりだった。お盆は部屋に置いてきた。だから手ぶら。オッケー。ヌーブラはしてたかもしれんけどな。わぐ！しかし、そのボーイさんは死体があった控室から出てきたのですぞ。その時伊沢さんが死んでいたかどうか立証できますか？いいね。うむ。あなたのせいでこの私がやり込められた。三剣が今日怒られてる。ちっ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 ち。だよね。だよね。そうだよね。申し訳ない。なんだ、笑ってるぞ。商人、一つ伺いたいことがある。はい、なんでしょう。ボーイは手ぶらだった。その手についてついてたが。私が話を聞いたとき、確かその手には。え？ダメだって、だから言い忘れとか、最初から全部言うえっつってんの。言い忘れとかダメだよ。そのボーイさん、手袋をしていたか。え、別にそれ当たり前じゃないの？何が悪いの？手袋。真っ黒な革の手袋です。普通、ボーイさんはそんな手袋しないですよね。黒い革の手袋。なんでそれを先に言わなかったんですか？ただ、恐縮で済まない。ってるかな。何でもかんでも恐縮って言えば済むと思うなよ。クソ、確かにすごく怪しいけど、ここで引っ込むわけにはいかない。何癖をつけないと。手袋ぐらいしたっていいでしょう。だって革の手袋ですよ、ボーイなのに。また言うよ。革でできてるといえば野球のボールだってそうです。また言う、ほら。天丼や天丼。野球のボールが怪しいというつもりですか。もうこれちょっと滑っとるわ。おばちゃんの光線銃ぐらいちょっと滑ってるからね。枠じゃない。その男は被告人から札束を受け取りました。そして殺害現場から黒い手革手袋をはめて出てきた。確かにただのボーイとは考えにくい。だよね。野球ボールが怪しいんですかっていうのでちょっと弱いもんな、ね、やっぱ。どうやらお分かりいただけたようだ。では証人証言続きお願いしたい。そうね、まだなんか続きがあるって言ってたもんね。ほう、それはぜひお聞かせていただきたい。恐縮です。恐縮って言えば何でもいいと思うね。被告とボーイ2度目の接触。ボーイはそのまま大トロ君の控え室のドアをノックしたんです。ああ、じゃあ、伊沢さんの部屋を出てから大トロ君の部屋のノックね。そして、部屋の中の人に何やら手渡ししたんですよ。ん？おじいさん、そのまま部屋には入らず帰っていきます。おじいさん、そのまま部屋には入らず帰って、え、どういうこと？おじいさんってのがボーイのことか？
おじいさんそのまま部屋に帰りずつ帰っていきました。それで僕もトイレ行ってから席へ戻りましたか。よくわかんないな意味が。おじいさんって誰なの。殺害現場から出てきたボーイが今度は被告人の控え室か。そうです、たまたま見ちゃったんですよ。それにしてもちょっと目撃されすぎだろうと。それも怪しいとこばっかり。そうね、殺し屋ってそんな見られていいのかな。いよいよただのボーイとは考えられなくなりました。では弁護人尋問。はい。行きましょうか。まあ揺さぶったらなんかいろいろ出てくるでしょうね。それを覗き見していたわけですか。失礼ですね。確かに僕はケチなアクション俳優ですけど、ケチな覗きなんか趣味じゃありませんよ。今回は恐縮ですとは言わないんだな。ところで商人はどこからそれを。はあ、トイレの入り口あたりから左に負けそう。おいケチやん。ケチな覗きしとるやんか。だからケチだろうが立派だろうがそんなことはどうでもよい。そのボヤの次何をしたかそれを証言してほしい。まあね。そして部屋の中の人に何やら手渡したんですよか。ちょっと待ってください。何ですか。こっちが何ですかですよ。そうね、中の人に何か渡した。もっとはっきりしてください。そうですね、煮干しさんの頭は同時に2つのことは処理できない。めっちゃバカ、ディスりまくりです。中の人かな。でも中の人は大トロさんですよね。大トロさんの控え室に行ったら、でも何やらに聞くか。どうせ中の人は大トロさん確定だから信号確定やもんな。何やらに聞くか。何やら手渡した。はい。こっちのは気になるな。何だったんですか。はっ素晴らしいですね。それを覚えていたら何やらなんて言います。おいしかしそれを殺害現場から持ち出してきたものと考えられるか。思い出せませんか。何か小さなものだったような、これは非常に重要なポイントと考えられる。ぜひ思い出していただきたい。頑張ってみます。では他のことを聞こう。そのボーイの行動について。はい。部屋の中の人に何やら渡した後は、おじいさんそのまま部屋には入らず帰っていった。おじいさんってのはボーイってことですよね。どこへ帰っていったんですか。さあ、スミレの前に通じるドアを開けてそこから行ってしまったか。うん。それで僕もトイレ行って席へ戻ったか。まあそこは何も問題ないですもんね。その時何か怪しいものは見なかったんですか。いやー、それが見たんですよ。言えや。だからそれをはよ言えっつってんだよいつも。それがこうかほる。いらねえよそんな証言。一番いらないって。そんな伊沢奥の控え室のドアをチラチラ見ていたか。カオルかよ。その証言はいらない。全くいらない。そう、その宇宙人はほっときますよ。いらない。相変わらずはっきりしませんね、煮干しさんの証言。厄介ねえと。揺さぶれば揺さぶるほど記憶がはっきりしてくる。しかも私たちにとって必ず不利な方向に。そうですね。ここでじゃあ、中の人のことを聞きましょうか。多分選べると思うんで、リバスさんは多分同時に2つこと処理できないから、今度は中の人に気づいて聞きましょうか。ボーイから何やら受け取ったのは誰だったんですか。はあ、それがはっきりしないんですよ。どういうことですか。その残念ながら腕しか見えなかったか。腕だけですか。じゃあ顔は見てないか。ええ。一度今の証言を整理させていただこう。ボーイは殺害現場から出てきて被告人の控え室へ向かった。そこで部屋の中の人物に何か小さいものを手渡した。受け取った人物については腕しか見えなかった。だよね。三つ意見にそれが重要なことなのですか。もちろん。かなり重要と考えられる。何しろ殺害現場から持ち出したものを依頼人に渡した瞬間だ。あ、依頼主ね。
そうね、何を渡したんすかね。商人、ボーイが渡したものをよく思い出してください。そうですね、確かあれは思い出した証言付き加えてください。はあ、恐縮ですか。